おはようございます。速稼塾の久保です。ついにね、消費税の増税が実施されました。一部店舗はですね、まだ消費税の軽減税率とともに変更がなされてないということでですね、閉店しているところもありましたし、あとはですね、徹夜の作業で売り場替えとか商品のプライスカード替えをしているところもありました。いや、世の中ね、本当に大変ですよね。政治ってのは、その国民のですね、手間を減らすことによって生産性を上げて税収を上げていくっていうのが本道なわけですけども、税収を上げんがためにですね、多くの手間を国民に押し付けて、そしてですね、反感を買いながらの増税というね、最も良くないパターンになってきました。税金が上がってから、いろんな方がね、たくさんこう節約をしたりとか、それから税制を変えようと動いたりしてますけども、これはね、やっぱりその努力をこの税制が変わる前に傾けなくてはならなかったのかなと思うんですよね。2回の延期がありましたからね。その2回の延期の間に本気で取り組んでいって、まあ、政権をね、打倒していればなんとかなったのかなと思いますけども、ただね、やっぱりね、政権打倒するにしても、その他の政党に国を任せるようなところがなかったところもそうかもしれません。特に、まあ、安倍さんはね、安倍総理っていうのは外交にはかなり力を、手腕を発揮してますんで、基本的に日本の国を守るってことになると他にね、代理人が見つからないんですよね。だからといって国内の税制がね、十分かというと結構ね、きついですよね。ということで、昨日は街に出てきまして、その一昨日もね、街に行ったんですけども、消費税が上がる前っていうのはもうね、私みたいな田舎町でも渋滞があちこちで起きるぐらい、むちゃくちゃ購買意欲が盛んでした。ガソリンもね、列をなして、ガソリンを今のうち入れとこうっていうことなんでしょうね。で、一夜明けて昨日街の方に行ってみますと、飲食店もガラガラ、ショッピングセンターもガラガラ、ガソリンスタンドも暇暇という形で、私はあらゆるところでね、まあ遅れながら、一日遅れでいろんなものを消費してきまして、 2% の差をね、実感したわけなんですけども、まあ 8% から 2% だとぶっちゃけそんな費用の負担は感じません。私はね、感じませんけども、手間の負担っていうのはかなり感じると思います。まあ、そういった意味でもね、いろいろ考えてくれないかなってことですよね。はい、で、例のやつの話題になります。例のやつに関しまして、昨日はね、16名の方が着金してないよってことでお話したと思うんですけども、今日はね、だいぶ進んだみたいです。人によってはね、深夜、着金がありましたみたいな感じで連絡くださって、今朝もね、1件ありましたね、見てみたらありましたみたいな感じでね、まあ連絡をすぐにくれってわけではないんで、もちろん、確認した口座の翌日とかでも全然構いません。もう昨日16名で報告させていただいたんですけども、すでにもう10名以下になっております。それからですね、自分は、私は実はね、ずっと着金がなかったんだけども、久保さんにお知らせするまでもないと思ったんで、ずっと自分でね、待ってましたと。そしたら入金があったんで、入金の報告だけさせていただきますって方が最も多かったですよね。まあ別にだからといってね、入金を細かくしてる方を責めるつもりもありませんし、それはそういう気持ちはわかります。本当に自分のね、お金をどうなるんだろうかっていうふうに感じるのは、ある意味それはお金を大切にしてることだと思いますんでね、素晴らしいと思いますよ。私の思えば、最初のダウンラインっていうのは30人ぐらいいるんですけども、最初のね、2015年だったかな、一番最初に私がプロモーションした時に例のやつに参加してくださった方っていうのが30人ぐらいいるんですけども、その30人の方っていうのは今となってはかなり大きな資金を動かしてるはずなんですけども、誰からも連絡来なかったですね。もういつでもなくなっていいよみたいなスタンスなんですよね。最初はね、やっぱり最初の1年とかは本当に大丈夫かなってドキドキしたと思うんですけども、もうね、何年か回してればすでにその資金に当てにせずに別の資金源作ってますんでね、まあ資産が増えていくとポートフォリオも組めるようになるのかなっていうところでございます。というところで、今回はですね、夏を何かと賑わした7、8、9月で、いろいろあったと思うんですけども、私の方で不労所得の会社を作りました。そしてね、どっかにデータがあるんですけど、不労所得の作り方っていうのは、まさに不労所得の売り上げを作り上げるまでが大変だったんですけども、一つはね、銀行金利ってものを売り上げの一つに入れております。これ、不労所得ですよね。まとまったお金入れておくだけで金利が入るわけですから。これが一つ。もう一つがネットワークビジネスです。ネットワークビジネスは組織を構築してしまうと、ある程度はね、入金が継続的に見込めますんで、まあ、こちらの方も最初はね、紹介活動を起こすのは大変だったんですけども、今となっては大きな組織になったんで、特にね、紹介を出さなくてもしばらくは回るんではないかなと思いまして、ネットワークを2つ目の柱にしております。3つ目の柱はアフィリエイトです。私はほとんどのアフィリエイトをやめてしまいましたけども、一部は残してるんですよ。その一部っていうのはリンクを10年ぐらい張り替えずに済むものなんですよね。で、こういったものが安定的な売り上げをもたらしてくれますので、今回の不労所得の会社に結びつけて収入源の3つ目の柱としております。では4つ目の柱は何でしょうか。これはですね、 YouTube ですね。
YouTube で匿名のアカウントを作って、そこでですね、皆さんも多分ね、お目にかかったことがあるんじゃないかなと。チャンネル登録者数こそ10万人に満たないんですけども、まあ日々ね、数千円から数万円の売り上げが立っている、そんなアカウントがあります。で、これがですね、月間に対して、やっぱり、ね、20万から30万の間で売り上げを作ってくれますんで、この不労所得の会社の4つ目の柱としています。はい、以上、この4つの柱をね、元にして、売り上げを立ててくれて、もうすでに、決算でない、なんですかね、会計も始まっておりますので、このライブ放送の後にちょこっとだけね、預金通帳を時系列でお伝えしていこうかと思います。一部ちょっと伏せてありますので、取引先があるものに関しましては、そこはちょっとねごめんなさいなんですけども、この動画のね、これライブ放送の後に YouTube をご覧の皆様はどんな売り上げが立っているのか見てみてください。まあ、結構なものになりましたよ。全部利益でございます。それでは失礼します。